ヘイトビヒエリーザベト・シャルロッテ・フォン、シュレースビヒ・ホルシュタイン・ゴットルプは、スウェーデン王カール十三世の王妃。1774年から1818 18年まで書かれた歴史的資料として有名な日記をつけた人物である。スウェーデン語では、ヘドビグ・エリザベト・シャルロッターブ・オルデンブリ。アドルフ・フレドリック王の弟で、オルデンブルク公を呼び。 リューベック市教皇であるフリードリヒ・アウグスト一世とフレドリック一世王の名ウルリカ・フリーデリケ・フォン、ヘッセン・カッセルの娘としてリューベック市教座があったオイティンで生まれた。1774年、いとこで当時、セーデル・マンランド皇だったカールと、政略結婚した。15歳でスウェーデン宮廷へやってきた時から小さな公爵夫人と呼ばれ、その基地と美しさで、 社交界の中心人物となった。引っ込み事案だったソフィア・マグダレーナ王妃と対照的な華やかな存在として、当時のファッションでも宮廷一の理想の女性だった。夫カールもヘイトビヒも多くの愛人がいたことが知られており、ヘイトビヒはフェルセン伯爵と一時期関係があった。カールとヘイトビヒの間には、ロビーサとカール・アドルフの一難家爪が生まれたが、 共に一歳になる前に溶接し、その後子供に恵まれなかった。1809年に夫がカール13世として即位するとヘイトビヒも王妃となったが、同時に王位継承者が問題となった。ヘイトビヒは退院したグスタフ4世やドルフかその長男、グスタフの福意を支持するグスタフ派についた。しかし、カールがナポレオン配下のジャンバティスト・ベルナドット元帥を 後継と決めるとしぶしぶ受け入れた。1810年、ベルナドットのスウェーデン来訪時には冷たく接したと言われるが、その人間的魅力を知ったヘイトビヒはすぐ、ベルナドットビーキとなった。しかし、翌1811年に、スウェーデン入りした妻デジレ・クラリーのことは好きになれず、宮廷であからさまに部別していたという。あまりの居づらさとなれない気候に耐えかね、デジレは半年で夫と、 一人息子、オスカルを残して単身フランスへ帰り、再びスウェーデンで暮らすようになったのは、ヘイトビヒの死後の1823年からであった。ヘイトビヒは1818 18年にストックホルムで没した。ありがとうございます。